樽井町宮代の臨床寺の桜は満開になってます。早咲きの桜ですね。今日は青空で、青空に映えて、すごく綺麗ですね。あちらには木蓮が咲いてます。 名前がありました。王冠桜でした。色もピンクで綺麗ですね。綺麗です。こちらの正月はまだ咲いてないですけど。すごい立派な。フワコムの体育館の方まで。 延長になっててます。朝倉も。桜もちらほら。咲き出しています。25。26ぐらいでしょうかね？桜は。相川の桜はどうなんでしょうか？これから行ってみたいと思います。朝倉公園の桜も。 もう咲き出してますねこの桜今日は青空ですごいきれいですねもうつぼみになってちらほら咲きかけてますみんなつぼみが膨らんでますねこうずーっと桜の並木になります 今週2526ぐらいが見ごろじゃないでしょうか相川公園の桜はどうなってんでしょうか見に行ってみたいと思います相川の桜もつぼみですね恋のぼりは3月の16日からあげられました この三幸橋から相川橋までですね相川橋今年はもう伊吹山は雪がなくなってしまいました。 いつもは雪があって白に桜が生えるんですが相川。ママ 水もないですね。三百五十匹の鯉のぼり。今日は。なんと東。東から吹いてきてますね、風が。いつもはいぶきおろしで。この西から吹き下ろすんですが。今年は。 今日は東南東からの風になってますね南東から吹き込んできてるっていうことは南からの風が吹き込んできてますから、えー、低気圧が南南岸にありますから今晩はこれ雨になりますね。明日の朝はあったかいと思います。 相川児童公園からお送りしました今週25、26ぐらいは咲き出して綺麗になるんじゃないでしょうかたるいの相川桜祭りは4月の1日です、えー、レッツウォーク、ノルディックウォークと 歴タルイの宿場の、えー、ボランティアガイドで一緒に歩くっていうのがこの愛川児童公園に来ていただいたらここでテントが観光協会とレッツウォークのテントが張ってありますから、えー、10時から、えー、申し込みになります出発は10時半から10随時、えー、時間を置いて、えー、午後は1時半からですけども始まりますから。 えー、よろしかったらぜひウォーク古い町並み散策とこのぼり相川の桜いらしてください。